テーラー軍空港はアメリカ合衆国ケンタッキー州テーラー軍の都市キャンベルスビルの中心業務地区から北東に2回りに位置する軍が所有している公共用の空港。アメリカ合衆国の空港の多くは FAA の3文字空港コードと IATA 空港コードが一致しているがこの空港は FAA コードがアスであるものの IATA コードは与えられていない。 テーラー軍空港は、敷地面積106エーカー、海抜標高921フィートである。アスファルト舗装の滑走路が1本あり、その後、23滑走路は 1525X23 メートルである。2006年5月19日までの1年間において、飛行機の発着総数は1200件、1日平均27件であり、その75%は、 ゼネラルアビエーション、16%がエアタクシーで、軍用は9%であった。ありがとうございます。